当どうしてこのバッグを作ろうかと思ったかっていうと、あの水筒がバッグの中で倒れてしまうことが困っていて、あとあの会社にいた時に、あの会議室に打ち合わせにいろんな部屋に行く時に、あのノートだったりいろいろなものを、あの携帯電話とかをまとめて、あの持って動きたいとか、あとはジムの時にタオルとか水を持っていきたい、そういう時に便利なバッグを探したんですけど意外になくてでもう自分であの作って、みんなももしかしたら欲しいんだろうなと思って作りました。これが水筒筒っていうバッグなんですけど、あの中にあの水筒が入るポケットがついてます。で、あの使わない時は普通に使ってもらうこともできて、あの小さいポケットもボタンもついて中が見えなくなったり、いろいろ工夫が入ってます。で、生地はあの生地からすべて日本製で、岡山で織った帆布という生地を使っています。そしてあの東京の職人さんが一人で縫ってくれています。あのとてもあの丈夫で、内側のところまですべてきれいに縫ってもらえて、これもあの日本製ならではだと思います。生地もとても丈夫で色落ちもしないです。水筒のポケットは割と大きく作ってあるので、いろんな種類の水筒が入るし、あとはあの500ミリのペットボトルもあの入ります。あと折りたたみ傘も私は入れますいろいろに使ってもらえたらいいと思います。水筒筒はウェブショップが4年目になるんですけれども、実際のお店はまだできていないので、将来はいつか今日のイベントのような小さな可愛いお店を作りたいなと思ってます。で、もし将来私のお店ができたら、日本にいらした時にはぜひいらしてください。